パリオリンピックに体操男子日本代表として出場し、団体で金メダルを獲得した岡慎之助選手と杉野貴明選手がセレモニアルピッチを担当しました。見事なピッチングでした。今日は両投手が見事な投げ合いでした。ジャイアンツ先発は菅野、ドラゴンズは大野雄大。まあ、ある程度解説の清水さん、本来の力を2人が出せばということは予測できましたが、本当にその通りの投手戦でしたね。いや、見事な、もう本当に緊張感があるね、まあ、素晴らしい投手戦でしたよね。まあ、中でも菅野に関しては、まあ、ヒットでランナーは作る出すんですが、もう点を与えない、もう要所しっかりとという、そんなやはりピッチングでしたか。まあ、この1球がっていうところでもうきっちり投げ切ってましたよね。まあ、このあたりはさすがなというふうにね思いましたね。あと両チームの守備も、もう本当にエラーがなく、両投手をまさに助けるような、まあ、そうですね、ギリギリのプレーもありましたけども、やっぱりそのあたりもね、もちろんバックも素晴らしいんですけども、この両投手が作り上げたリズムもね関係しているかなとは思いますね。その両投手が非常にいい影響を与えながら、まあ、今日の試合全体をこうピリッとさせるような菅野と大野の投げ合いでした。ランナーを出してどう1点を取るか、まあ、送りバントであり、まあ、どんな形でも出塁するそんなチャンスを広げようという両チームのなんとか1点をという思いだったんですが、いや7回まで本当に点が遠かったというそんな展開でしたね。いやいうね、際どい当たりもあったんですけども、ああいう当たりもしっかり守ってましたしね。そうでしたね。で、7回を迎えるまでノーヒットピッチングだった大野なんですが、この7回の裏モンテスがセンター前ヒット、で、阿部監督も、まあ、ヒットが出れば何か変わるかなと思っていたという中でこの一発でした。いや、見事な集中力の一振りでしたね。まあ、真っ直ぐ差し込まれるシーン多かったんですけども、まあ、この真っ直ぐ仕留めましたね、きっちりね。マウンド上の大野もがっくりと両膝に手をついてというところ、一方もうあのホームランの瞬間におそらく大変な大声を上げてという喜びを爆発させた菅野、インタビューでは声が枯れていましたが、試合では8回途中まで投げてマウンド降りたということになりました。阿部監督の話がありましたが、その前のバッターとの対戦でも本当に力を振り絞って対戦していたという、ね、まあ、そうですね、そういうコメントありましたし、まあ、でも見事な一球でしたね、フルカウントからね。でしたね。最高の形で抑えて、あとはもう自慢のリリーフ陣に託すという形で、中梨、最終回は守護神の大勢、この2人に任せて2点差でしっかりとゲームをものにしたということになりました。